カードチーズカードカードは牛乳やヤギ、水牛などの乳に酸やキモシンなどの酵素を作用させてできる凝固物のこと。フレッシュチーズの一種であり、カッテージチーズ、南アジアのパニール、ドイツのクワルクなどを含む、チーズの原料とするほか、そのまま食べることもある。乳のタンパク質や乳脂肪分が多く含まれ、このカードを成形して熟成させたものがナチュラルチーズである。 中には、リンバーガーのように悪臭を放つことで有名なものまで、ある。父からカードを除いた液は、ホエーといい、タンパク質、乳糖、ビタミン、ミネラルなどが含まれる。中央ヨーロッパと東ヨーロッパでは軽食への詰め物として使われる。インドやスリランカなど、南アジアの旧英国植民地では、むしろヨーグルトの意味で用いられることが多い。 父以外のタンパク質を凝固させた食品。例えば豆腐もビーンカードと呼ばれることがある。ありがとうございます。